プジョー505はフランスの自動車会社オートモビルプジョーが1979年5月から1992年6月にかけて製造・販売した中型乗用車。1979年それまでの主力中型車504の後継車として登場。デザインはプジョーと親しい関係にあったイタリアのピニンファリーナが担当し、 釣り目のヘッドライトに特徴付けられた男性で優美なもので、ボディ形状は4ドアセダンと5ドアステーションワゴンで、フランスなどではワゴンモデルを改造した救急車、また1986年からフランスの4輪駆動乾燥メーカーダンジェルが製作した 4X4 仕様、505ブレークダングル、4X4 も存在した。サスペンションは504のを踏襲しているが、 リアサスペンションは604のものを導入したため、504と同じホイールベースでありながら、後席のスペースは増大していた。エンジンは、プジョー、ルノー、ボルボ共同開発の PRV エンジンを搭載している。このエンジン自体はすでに、ルノー20に搭載されていたが、505では、ボッシュ系ジェトロニックを採用していた点が違っていた。1991年末の生産終了後も、 アルゼンチン等ではしばらく生産が続行された。また、中国南部、広東省広州市での合弁企業、広州市メギいたす社でも生産された。日本では、西部自動車販売が、セダンのみを、正規輸入し、初期には 2000cc の Ti、STi が、マイナーチェンジ後には 2200cc のジテと 2700cc の V6 が販売されているが、 日本でのバブル景気以前の車種ということもあり、絶対数は極めて少ない。505は先代504、先々代404とは違い特定の後継者は存在しない。これは従来の305がモデル末期に入った頃、305と同格の309の他に、そのワンランク上にあたる405,987年に登場させたことが原因で、 それによって505は直接的な光景を持つことができなかった。しかしながら車体寸法的には505のそれに近く光景と呼ぶに不足はなかった。また1989年には1985年に生産中止した上級乗用車604の光景605が発売されており、604の光景を一時的に担っていた505にとっては、 上級移行した後継者と見ることもできる。事実505の V 型エンジン搭載車は604の暫定的な後継者である。ありがとうございます。